分の体を安定して何が優先順位かというか、それで彼は僕にも僕のように受けを取りに来てるわけじゃなくて、だから僕は安定して次のことを考えておきたい。自分の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 
分の安定していくことを考えて、どっちか伝えるかこっちで、実際に伝えるか、こういうね、近づいて、彼らはこういうのを良くしてて、こっちの良くしてて、良くしてて、あ、来ても大丈夫だよって、そういうふうに伝えた。で、自分が安定するのが優先だから。だから、そう。近くだったら、彼はどうしようってやらないと、ね、その間に自分はこう思う。避けたらこういう形、おへその前にあるでしょ。で、こう、
いらないから捨てて、で足をついてこんな感じ。それからこうなってたら、こうなったらね、こうなったらこっち出ていけば死後なような形で、死後の形があるで、転換だと、転換やってると転換でもいいんだよ。こうやって出ていって、こうやってできる。でも転換よりも種目の方が効率的っていうかな、これ不安定だから、これな練習しないとダメなの。こっちの出しみたいにね、不安定でしょ。だから練習してこういうふうにできる人、いつもこういうふうにやってる人、踊り、日本舞踊やってる人、できるんだったらこういう形の方がいい。でもできないんだったら無理してやっちゃダメだって。練習をしてからね、練習をしてから、こういう足できる、使えるよって言うんだったら使ってもらって、で、使って、こういう話ね、使えないんだったら、でも、こう入っていったら、待ってるから、ね、だからこの手を少し出してきて、こっち、それでから入ってくるんだから、ね。今日は安心してる、自分が安心してる、安定してる、技をかけてもいい、ここに入ってもいい、そういう話だからね。まあ、そういうことで、はい、こうやりましょう。こう同じ、同じ、しょうがないと同じ。で、この手、しもくんだったらで、できないんだったら、こうでもいいや。これしたから、いらない。この手いらない。じゃないから捨てて。自分が安定してる、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 安定ってのは中心がずっとこういう畳みたいな、こうなってだからまっすぐ、まっすぐ、自分のまっすぐっていうことね。じゃあ同じように塩投げの形だよ。バトンを取らせて、バンとして、種目の目的はね、目的は種目をやったのに、だから、じゃなくて、彼が来たのを開けるため、開けるって、ボールを少しためにいなくなって、状態がいなくなって、でこれでもいい、これでもいい、いいよ、通り道。でも、こっちの方が、こっちの、こっちが出てきて、こういうふうになってる、自然となった方が近い。で、こういうふうに行ったら、こうして回れないけど、回れないね。でも、種目にすると、こういうふうに回れるの。だから、腰が、向こうまで普通転換するとここまでしか行かないんだけど、種目にすればこういうのが足がこうなってるから、腰が自由になるでしょ。こっちが見れるようになる。腰が自由になるから種目の方ができる人は種目の方がいいですよっていう話。でもできない人もいるから、できなかったらしょうがないから、これが違う、かとけないんだったら、ね、いやないあるつもりやったらやられちゃうんだよね。だから種目できる人はいいけどさ、できない人は可能性はしてないよ。だからなんていうのかな、世界種目やってりゃあっち向き、あっち向きできるわけだ。そういう話ね。だから自由度が増すじゃん。自分が自由なの、これ推しが自由なのやってるような自由だで、まっすぐ歩くで、もし使いたいんだったらこれいらねえよ、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 捨てるの、捨てないでパトロってたらやられちゃうんだから、やられちゃうで。
になると、オンできるようになると深く入れる。そして足を前傾した、足を前傾しただけでそういうふうに入れる。自然となっちゃったの。これは自転車のペット自然とこういうふうになる。
右曲がりたいとか左曲がりたいとか左に5分にかかるんじゃないかと思わせる。だからやりたいことが最初にあるんじゃなくて、左曲がることで一緒に知ってんじゃなくて、左曲がることに視野が気に入るんじゃないか。そうじゃないと、本の稽古じゃなくて白の稽古になっちゃう。本の稽古を持ってたら、道を左の時に、そこで、こうにやったよ。そして、種目だったら自由だから、あ、こっちは、腕振りに回るからね。そっちに行けるんだね。種目やめたって言って、こっちに来てる。シモコの方が便利だからね、シモコの方が便利だから、そしたら、いらなかったら捨てて、こうに行ってくれとかさ、そう、これかもしれない。それで、腰を10に使うね、シモコの方が便利な情報なんかできますよ。さっき今みたいな、お手返しとか、そういうのできるからね。で、その人の方が、こう、自由だ。まあ、そういうことを分かってこう、そういうことです。じゃあ、お手返し。お手返しというのは、こう見て、この手をやっつけるためにいくんじゃなくて、彼の通り道を、通り道をあっち行って、たまたま手だった。たまたま手だった。そして、さばいてきたんだ。こういう。あっちゃーって。やっつけようと思ってない。たまたま、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 たまたまあった。こういう。落ちたら、落ちたらば、何もしてない。何もしてない。そして、倒れちゃう。そういうふうにやってほしい。じゃあ、こちらにします。次、ちょっとな、こう、片手持ちね。ここが正面を取る。これも難しいから。で、もう持たれちゃったら。だから、持たれる前に、やばいな。こう、はい、男状態するのが目的。そしたら、こっち入ることもできるよ。それから、今日の場合は、こういうふうに出さない。さっきはこういうふうに出さない。次は、こういうふうに出さない。大体、障害とか、お手返しとか、そうなるとか。あれ、一挙はこう、外から、こう。それで、出したんだけど、で、あれは種目使いがあったけど、種目にしとけば、ちょっと。例えば、こうやっておけば、こうやっておけば、腰は自由。いろんなとこして。で、後ろも入れる。で、前にも、こうやっておけば、こうやって前もある。もし。でも、まあ、だからって言って、種目をやりなさいじゃないんだけど、この柔道をまっすぐにしてね。それで、持たれちゃったら嫌だ。だから、持たれる前に。俺がすごい大事。これ持たれちゃったから、はい、どうぞ。これはもう本当にそうだけど、みんなアイジャスタートで
結構あったりしたんだけど、雨なんかで、ここのところで全部流れてた。ここの泳いだところですね。泳いだところですね。泳いだところですね。泳がせるためにこういうのがある。こういうのがあって、これ当てなくていいんだけど、これに記載があったよ。そしてこの手を伸ばして、だから、テンションがかかってないね。それで外かけ。そして、そこらしいんだよ。そして、ちょっと、っていうふうにやったほうがいい。シンプルに、じゃあ、こう、待ってもらったら終わり。体に近いと、耳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